ご視聴いただきありがとうございます。この度は現在募集をしています YouTube の動画作成や運営に協力してくれる仲間募集の件で、その概要や目的、募集の理由などについてお伝えする内容になります。そこで今日は、運営側の中の人ということで、私平野と、チャンネルを立ち上げたそもそもの発案者の、弊社の社長、そしてイラストレーター絵師さんの浦部拓庵さん3人で話をしていこうと思いますので、改めて社長浦部さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずそもそもこの YouTube ではどういう情報を発信していこうっていうふうに考えてるんですか？今はまだ情報の発信っていうよりは、私の好きなキャラクターだったり作品のイラストを上げてるだけなんですよね。確かにね、今はそう、確かに、でもそもそも目的ってなったわけですよね。そうですね、そもそも漫画とか、そこら中にあるイラストとかあると思うんですけど、あれって本当に人の手で描いてんのとか、なんつうんですか、いられみたいなのとか使ってやってるけど、なんかアニメ使ってんじゃねえのっていうぐらいクオリティ高いじゃないですか。でも実際に浦部さんってやって、僕そのお仕事してる様とかも見たことあるんですよ、出来上がっていく様とかも見てて、マジで手で描いてんじゃんみたいな、すごすぎるみたいな、っていう感じだったんですよね。いやそれって今からじゃあなんかイラストレーターさんになりたいとか、ゲームのキャラクター作りたいとか、漫画家になりたいっていう人ってやり方わかんないと思うんですよ、そういうのってこうやって出来上がってくるんだよっていうのを見てほしいから YouTube っていうのを使って動画でそれを紹介するっていう、チャンネルを立ち上げたいなと思ったのが一番最初の発案ですね。なるほどなるほど、はい。今後は、今はその書いてみた動画とか浦部さんの好きなものってことですけど、いろいろコンテンツの幅が広がっていくって考えていいんですかね、書き方とか。そうですね、ゆくゆくはもちろん、イラストレーターさんとか漫画家さんとかが、その出来上がっていくっていうのはもちろん根本としてあるわけなんですけど、アニメーターが好きな人とか、その絵を動かすのが好きな人とか、ゲームに仕上げていく人が好きだとか、声優さんとか、そういったもん、いわゆるサブカルみたいなのが好きな人で、極めるわけじゃないけど、もう好きで、ずっと続けてる人たちが集まって一つの、チームみたいな感じになってってくれたらいいなっていう感じですかね。なるほど。浦部さんはなんかこうやってみたいことがありますか？やってみたいこと、発信してみたいこと、今は動画に上げてるやつだと版権、既存の作品のもののキャラクターを描いてるんで、徐々にやっぱオリジナルの自分のこうデザインとかでキャラクターとかを作っていけたら楽しいかなって思ってます。だって今のところでも女の子を創作 して描いたっていうのがありますね。すごい反応良かったですよね。ありがたいことに、そうですね、自分でもちょっと予想外な。なるほど、わかりました、ありがとうございます。じゃあ社長ですかね、最終的にはどこを目指しているのかってあったりしますか？そうですね、もちろんイラストレーターで、やっていきたいなっていうのは、YouTube とか Twitter とかでさまざまな無料 SNS 使って、そのイラストレーターさん、漫画家さん志望の方たちっていうのを推していくっていうのはうちがやるって感じなんですけど、その人たちのお仕事を取ったものをしっかりと管理してあげたいっていうのもそうなんですけど、その人たちみんながさっきも言った通りチームになって、ジブリとか、名前わかんないけど、時をかける少女を作ってる制作会社さん、あとエヴァンゲリオン作ってる制作会社さんみたいな、ああいう制作会社とか作ってみたいなみたいな感じですね。いや結構ね、それを思ったのって、ネトフリ見てて思ったんですよね。ネトフリってっていうよりも、そのアニメ作ってるとこってみんななんか多分そんな知らないと思うんです。知らないですね。僕もね、こういうの知らなかったんですよ。1社2社ぐらいしかそういうのやってないんで、1社2社の違うアニメーターの人がやってんだろうなと思ったら、それぞれの作品ってそれぞれのスタジオの人たちのものみたいな、あれなんだっけ、よろしくお願いしますっていう、あれなんだったっけ、
サマーウォーズ。サマーウォーズ。俺サマーウォーズが、あ、これって一つのスタジオだったんだっていうのを知って、そうですね、それこそエヴァンゲリオンも庵野監督が立ち上げたスタジオカラー、うん、あ、それそれそれっていうアニメーション会社で、うん、多分そういうのみんな知ってるのってジブリしかないと思うんですよ、うん、ジブリスタジオっていうのはみんな、うん、有名だし知ってるからと思うかもしれないけど、なんていうのかな、ぶっちゃけそういう制作会社さんとかってまあ大きい映画会社さんの下請けみたいな感じじゃないですか、うん、でも今、ネットフリとか、まあ、YouTube もそうだけど、ああいうネット配信でそういうのが流せるっていうことは、そのスタジオ発信でいろんなことができるってことだから、うん、それがね、みんなやっぱりうまく使えてないと思う。なるほど、うん、そのちょっとビジネスっぽくて嫌だけど、はい、あのなんていうのかな、利益先は知ってるというか、うん、まあ、採算合わないっていうのはもちろん分かるけど、うん、あのそうじゃなくてもうまくできる方法ってネットっていっぱいあって、うん、まあ、そういう事業をやってるからそうなんですけど、分かるんですけどね、うん、だからもっとうまいことやっていけばもっともっとうまく広がるのになってずっと思ってたんですよ。なるほどね、うん、まあ、そういったところを、まあ、こう縦横無尽にできるようなスタジオを作りたいな、うん、なるほど、感じですね。今聞いてると、うん、こうビジネスとか事業という言葉が出ましたけど、はいはい、視聴者の中には何かこう何だろう、もともとビジネスの事業ありきで、うん、このメディアがあるような感じを受けてる人もいるのかもしれないんですけど、うん、なるほどなるほど、ちょっと確認したいんですけども、はいはい、そもそもこの活動っていうのは事業の一環なんですか、それとも何か別の趣味の延長みたいなどういうような位置づけなんですか。そうですね、まあ、うん、まあ、ぶっちゃけそういうセグメントでいくと、はい、事業ではなく、うん、まあ、僕がやりたいことですね。あ、申し訳ないけど、やりたいことですね。やりたいことですね、うん、事業はね別にやってて、はい、まあ、そこが普通にうまく回ってるんで、はい、採算が合ってると、うん、まあ、別になんていうんですか、余ってる利益があるとかそういうわけじゃないけど、うん、やってみて分かったのが、まあ、YouTube ってそんなお金かかんなくてもできるなと、うん、ただ大変、うん、もう編集がどうだとか角度がどうだとかここまで来るまでにいろいろあったんで、うん、結構ね大変でした ね、カメラの角度とかも手探りで、いや大変だった。で書いてる浦部さんとかにも、なんつうの、もうちょっと線刻かけねえのとか無理だよみたいな、ありましたねとかいうお願いとかもしてみたりとかして、いろいろ大変だったぶっちゃけ、うん、でもできたのはやっぱりチームだからできたっていうのがあって、うん、でまあそこでじゃあマネタイできるのかってなった時に全然まだ見えてなくて、うん、見えてるのは本当に、まあ、YouTube の広告収入、まあ、数百円とか数千円程度のものぐらいしか見えてなくて、でもまあそうじゃなくてやっぱりその書いてる側の人たちとか作品を持ってる人たち、まあ、そこの人たちが他のお仕事を取ってこれやすくなるのかなっていうのもあるし、うん、まあ、さっきも言った通りスタジオみたいになったらこっちから発信してそれをこう分配していけるっていうのもあるのかなと、そういう意味では事業としてもやってみたいって感じです。なるほどなるほど、うん、ちなみに浦部さんはねイラストレーターとしての仕事を受けてるわけですけど、はい、ちょっと素朴なね率直な質問なんですけど、はいはい、たくさん仕事とかありそうなんですけど、まあ、今ゲームのキャラクターもたくさんいるし、それこそサブカルっていうものがもっともっと目に触れやすくなってる中で、どうなんですか、こういうアニメーターとかイラストレーター絵師さんっていうのは仕事が取りやすいっていうか仕事になりやすいんですか。いや正直、うん、仕事を選ばないんであれば、うん、絵のお仕事って意外といっぱいあるんですよ、うん、なんかやっぱりイラストレーターっていうと、うん、皆さんこう目指す先がソーシャルゲームのイラストだったりカードゲームのイラストとか、うん、こうなんでしょう、やっぱ自分の好きな作品に携わりたいっていう思いが多分強くて、うん、イラストレーターのデビューっていうものが結構ハードル高くなってると思うんですけど、うん、正直仕事選ばなければ全然本当すぐにでもっていうぐらいの幅の広さがあります、うん、お仕事に。なるほど、じゃあその、ね、イラストレーターとしてこう独立しようとか、うん、まあ、副業しようっていうのは結構簡単なんですか。そうですね、やろうと思えば、うん、それこそ今ってこう自分の技術をこう
簡単に売れるというか、うん、それこそこうは最近だとハンドメイド作家さんなんかも活躍してるじゃないですか、はいはい、ミンネとかで、うん、そんな感じでイラストレーターも今は結構こう個人で世に出やすくはなってる、うん、とは思うんですよね、うん、ただそれが自分のやりたい仕事かというと、うん、多分皆さんそれぞれ違うんじゃないかなって思います。お金かかりますよ、うん、やろうと思うと、うん、浦部さんの私物を持ってきてもらって書くわけにもいかないから、うん、一から買うよって言った時に、まあ、もちろん金額からしたら普通の授業と比べて全然かかんないけど、うん、なんだコピック買ってみたりとか、ね、まあ、何色か忘れちゃったけど、まあ、全色20何色入りとかのやつで1万とか2万ぐらいでしょ。で紙代インク代なんだっけ光当たる、トレース代ですかね。トレース代もまあそんなかかんないけど、かかんないと言っても、うん、個人でこれを趣味でじゃあ揃えるってなると、うん、きついよね。そうですね、一気には集められないんじゃないですかね、うん、私もこう自分でトレース代とか持ってますけど、うん、でも一気にではないですからね、徐々に集めていったというか、うん、あ、そうだったんだ。そうですね、今使ってるトレース台はもうそれこそ10年以上前に買ったようなやつなんですけど、うん、もうなんか子供の時にやっぱ憧れっていうのはあって、なるほどね、そのやっぱこう漫画家さんとかアニメーターさんとかのこう作業風景みたいなのが載ってるような雑誌とか見てると絶対出てくるんですよ。絶対出てくる、この斜めの台、そうそうです、斜めのでっかいやつが昔はねそんな感じだったよね。本当になんかまあそれに憧れて絵描いてる時にいつかああいうの欲しいなと思ってて、まあでも徐々にやっぱこう商品の方もレベルアップしてってどんどん軽量化とかになってるね。今タブレットだからね、今もうほぼほぼ薄さ1センチみたいないやでもトレース台この間浦部さんこれ欲しいって買ったじゃん、まあ3000円ぐらいかな。そうです、ね、3000円ぐらいの、あんな薄いんだみたいな。いや俺もっとね木のなんかこう斜めの台、うん、でこうどっかこうパチッこう電気つけてパッとなる感じの、うん、分かります、ああいうのイメージしたのに、えこれタブレットじゃねみたいな。いや私もなんか最近のトレース台軽っと思って、うん、重量がほぼ、そっか10年前のしか持ってない。そうです、そうです、私が持ってるのもそれでもまあ箱型じゃなくてそれでもまあ薄型って当時言われてた、うん、厚さまあ3センチぐらいで、で A3 ので斜めになる足つきのやつなんですけど、で今回、まあ、社長におねだりして買ってもらったんですけど届いてみたら、えこれ本当にトレース台入ってますっていう段ボールで届いて、そうだね俺も思ったわこれ間違いではなくって思いながらコアゴア開けてったらトレース台がちゃんと出てきて、うん、あまりの軽さにびっくりしました。やっぱ使いやすいの、あやっぱ使いやすいですね。昔の、まあ、それでも私が持ってるのは LED なんですけど、うん、昔のトレース台って LED じゃなかったんですよ。やっぱこう電球というか、なるほどね、でそういうやつのなんか旧式の電球タイプから LED になったのがそれこそ10年ぐらい前で、うんうん、私が買ったタイミングというか、うんうんうん、でこう電池式、なんかその取り替える式、うんうん、電球とかを取り替える式じゃなくちゃんとこう電源から直接光源を得られるっていう、うん、そういうのになってからは、そうですね、うん、まあ、やっぱ使いやすくもなりましたけど、うん、新しいの揃えようと思うと、うん、そうですね。でもそれも含めて LED にそのトレース台が主流になった時にやっぱちょっと値段も上がったんですよね、うん、普通にそのでっかい箱みたいなやつを買うよりお高めだったんですよ、私が買ったやつも、うん、それでも今回買ってもらったやつが、ま、4、5000円ぐらいのもので、うん、え本当にちゃんとこう紙を透かしてくれるのかみたいな不安なところがあったんですけど、うん、いや私が持ってるのと遜色ないと思って、ちゃんと光も明るいし、うん、でそれこそ撮影用にライトも使ってるのにちゃんとこう下絵が映るというか、うんうん、感動しましたね。なるほどね。ところでさっきサブカルなんて話がちょっと出ましたけど、はい、今もうサブカルって言えるようなレベルじゃないっていうのも感じるんですよね。
例えば鬼滅の刃の映画もね、興行収入が400億円を超えたとか、うん、もうテレビでね、芸能人がそういった漫画のキャラクターのこうなんていうのコスプレをしてるとか、うん、すごく増えてるじゃないです か、うん、なんかこの辺でどう思います？そうですね、まあもちろんさっき言った通りサブカルからもうもはやメインだなっていう感じだなと思ってます。ただなんていうんですかね、うん、まあ、世界に届いてるなっていうのはすごく感じるんですけど、今の漫画とかもそうだし、まあ、イラストはちょっと分かんないけど、話がだんだん難しくなってきてるなっていうのは、読み手の年齢がやっぱ上がってきてるなっていうのを感じるんで、昔僕、まあ、今30代なんですけど、昔はやっぱりドラゴンボールとか、スラムダンクとか本当分かりやすいような感じの、まあ、強敵が出て修行してレベルアップしてまたそれの繰り返しでなのに面白い、うん、っていう感じなんですけど、まあ、今のやつとかってやっぱ話が長い長いというか話が長いって言ってちょっとあれなんだけど、うん、伏線回収とかがありすぎて、まあ、もちろん先のドキドキ感はあるけど、うん、忘れちゃったっていうのもあるし、なるほど、ね、そういうのがちょっと子供たちが読んでてやっぱり読みにくいかなっていうのがあるかなと思いますね。なるほどね。まあ、鬼滅とかってジャンプだから分かりやすいんですけど、まあそうだな、まあ、映画になったりとか実写化とか実写化したりするのってやっぱヤング系の雑誌の漫画がやっぱ多いですよね、うん、まあ、新宿スワンなりなんなりっていうのあるんですけど、最近でも見て面白かったのは東京リベンジャーズとか、うんうん、分かりやすいよね。ただ子供が見てもドラえもん的な感じでしょみたいなのとかすごい分かりやすい内容になってるし、ヤンジャンとかでもキングダムってすげえ史実を元に書いてるから、うん、史実で作者さんが何だろう、当時こういう思いで戦っただろうみたいなのがすごくいい感じで現れてるから、話を難しくする必要なくて、うん、やっぱその作者さんが、まあ、もちろん何つうんだろう、ストーリーというか一本の流れは史実を元にしてるけど、それぞれのみんなのキャラクターってこういう思いでこの戦い挑んだんじゃないっていうのを作者さんの想像で膨らましてる、うん、だから難しい話いらなくて、そういうのがやっぱりもっと全面的に出ればなと思います、うん、別に何だろう、各雑誌の編集者をディスってるわけではないですよないですよ、はい、だから元そもそも漫画娯楽だから、うん、そんななんか難しくしなくてもいいんじゃねみたいな感じなのは思いますね。まあ受け入れられるどうかは分かんないですけどね、はい、うん、浦部さんどう思いますこれ。いや、自分の意見とかありますか、漫画についてですよね。いや、私は圧倒的に全てをそのまま受け入れる派なんですそれこそ東京リベンジャーズとか、さっき社長が言ってましたけど、今ちょうどアニメやってるんで、うん、アニメから入ったんですよまず、うん、なんでさほどそうなんでしょう、難しいことを考えてなくて、このキャラクターかっこいいとか、なるほど、なんかキャラクター同士の関係性とか割と見方が多分違うんですよね私なんでなんかこの漫画難しいなとか、まあそれなりにそのストーリーとか展開中に思うことはありますけど、うん、でも最終的に漫画の感想を考えふと思った時になんかあそこ難しかったよりあそこであのキャラみたいな、キャラがこういう行動してたのが良かったとか、なんかキャラありきに見てるというか、なるほど、ね、ぶっちゃけね、まあ、この企画に参加してほしいのってやっぱ中学生高校生かな、でしっかりとそこは親の同意書をもらってお金をあげたい、うんうん、まあ、5000円なり何なりっていうのもいいし、うちからの5000円でもいいけど、そうじゃなくてやっぱ企業からもらう案件を振り分けてあげたい、なるほど、バイト OK だからそれぐらいいいでしょ、うんうん、って感じなのもあるし、でそのイラストレーターとして思うのは、結構 Twitter とか、まあ、全てそういうピクシブもそうなんだけど、まあ、全ての作品に言えるのかな、多分いいことしかみんな見てない、うん、うまいとか待ってましたばっか見てると、うん、でも一番やっぱりそのファンを多く抱え込めるのって、みんながじゃああなたに何を求めてるのとか、まあ、デメリットってわけじゃなくて、もうちょっとこうしてほしかったなとか、この展開いまいちっていうところをちゃんと耳に入れてやっていくっていうのが大事だろうなと思った。まあ、でも本当に一人でやれるけど、
チームでやった方がはるかに楽ですよね、うん、まあ間違いないですよね、うん、いやもう私は今現状助けられまくってる立場なんで、いやこちらこそですよでもこういう何ですか、雑談とかその漫画やアニメを通して自分はこう思ってるとかこういうとこ良かったとかって話すのって、うん、なかなか普段できそうでできないじゃないですか。そうですね、まあ、もちろんね、まあ、コロナの前はやっぱり集まる機会も多かったですけど、まあ、コロナになってからやっぱりオンラインでつながれるというものの、うん、なんかこんなに何ていうんですかね、自由にこう分かち合えるみたいな、うんうん、ないと思うんで、なんかそういう仲間が増える、うん、なんか場所みたいな意味でも、なんか今回の募集の、ね、内容っていうのはぜひ興味持っていただきたいなって思うんですよね。はい、はい、でちょっとあの話をですねまとめに入りたいと思うんですけどもまあ今回は、まあ、一緒に YouTube で動画作成をしてもらうとか、はい、まあ、運営のお手伝いをしてもらうっていう仲間を募集してますという内容です。まあ、詳しくはあのウェブサイトの方ですね見てほしいんですけども、まあ、無償でボランティアしてくれっていう話ではなくて、 ある程度のこう、まあ、報酬というかねお礼っていうのも用意してますし、もちろんそれはまだまだこう十分ではないかもしれませんけども、ただお互いにこう金銭的な関わり、あのやり取りがある、もしくは依頼したことをしてもらうっていう意味では、ある程度の遊びではない、でも仕事でもない、でも楽しいからやってる、もしくは仲間がいるから、やってるみたいな、そういうチームを、ね、作りたいななんて思いがあったりします。また別の角度から言うと、こういった、まあ、チーム企画に参加していただくことも一つの活動の実績にもなるかなとも思いますし、僕たちもその動画の編集ですとか、あとは動画 その撮影の機材ですとか、絵をそもそも絵を描くその、まあ、環境、まあ、コピックだったりそのペンだったりそういったものの協力っていうのをしたいなと思っているので、ぜひねこの音声を聞いてなんか面白そうだなとか、なんか自分も一歩踏み出してみようかなとか、なんかこういう会を探してたんだよななんて方がいらっしゃったら、ぜひ気軽にエントリーして、まず僕たち一回にお話をしていただければいいかなというふうに思います。はい、はい、ということでちょっと強引にまとめた感はありますけど、ね、なんか最後にメッセージを一言ずついただけると嬉しいなと思うんですけど、じゃあ浦部さんからいいですか。あ、私から、はい、そうですね、うん、私としては一緒にこう動画内のコンテンツになる絵を描い一緒に描いていけるような仲間が入ってくれたら嬉しいなって思ってます。うん、ありがとうございます。じゃあ社長最後お願いします。はい、はい、思いというか、うん、夢の部分と事業の部分の2つあります。はい、まあ、夢の部分としてはやっぱりその、僕らのこの企画というか、うん、チャンネルとかで、発信していった人は本当に、まあ、有名な、イラストレーターさんになったり漫画家さんになったりで、ゲームのアニメーターになったりとか、まあ、そういう風な人がきっかけになるようなのか、そういう風になってくれるようなチャンネルになっていけたらなと思います。これがまあ僕 の, まあ、夢というかサポートしたいことですね。うん、ただ事業の観点から言って皆さんね見てるところやっぱり日本だけを見ているっていうところがあるかなと。な、うん、まあ、仕事柄かなりグローバルなんでリサーチすることも多いんですけど、うん、もう中国とかヨーロッパとかアメリカってなんて言うんだろう、面白いところの切り取りばっか見てるかもしれないけど、うん、本当は結構もっと広く知ってるんだよ、漫画の良さとか日本の漫画の良さとか。なんだろう、日本に来たいっていう人たちってみんなアニメが好きだ漫画が好きだって、あれって結構オタクな感じだけど、オタクじゃない人たちも実は好きだからねっていうのを知っていると。でそういうのってなんていうの、じゃあトップクラスだけがグローバル化できるんでしょ、そうじゃなくて、そうもう全然トップクラスじゃなくて、やり方を知らないだけ、うん、そのやり方はやっぱ僕ウェブの仕事というかウェブの事業をやっているので全然開発とか企画とか、まあ、そういう風な斡旋業者さんとか知ってるから、うん、そういうのを使ってグローバルにもっとファンを増やせるようにして、なんていうのかな、みんながもっとやりやすいような環境を作るっていうのは事業としてはやっていきたいと思ってます。なるほど、はい、じゃあ確かにそこはなんとなく知ってるけど、実際 その日本のイラストとか漫画の評価とか、うんうん、まあ、ヨーロッパとかの文化に受けてる状況を知るとすごいチャンスだなって、いやすごいチャンスだと思いますよね。これねカットしないでくださいね、はい、多分みんな知らないと思うけど、はい、中国
まあ、言っていいと思うんだけどね、うん、あの中国では日本でいう NHK みたいな番組がっていうのがあるんだけど、はい、そこで働く細胞、うん、あれがマジであのやり始める、おしかも教育番組としてやり始める、うん、っていうような活躍の場がすごいいっぱいある、うん、別にそれはあの人が特別だからとかではなくて、うん、やっぱりそういう、まあ、コンセプトもそうなんだけど、まあ、受け入れやすいコンセプトっていうのがあるかもしれないけど、そうじゃなくて世界がちゃんと見てるんだよっていうのを意識してほしいなっていう感じですね。だから別に、まあ、趣味で終わってもいいけど、うん、やるんだったら、まあ、そういうところまで意識してやろうよっていう感じかな。なるほど、はい、分かりました。ありがとうございます。熱い気持ちが伝わりました。まあ、またあの普通のねイラストレーターさんたちでは気づけない視点というのは、うん、まあ、運営側の方がサポートする役割が似合ってるんじゃないかなと思うの で、うんうでね、なんか本当にこう一緒に協力してできたら面白いことできそうですよ ね、 そうですね、はい。まあ、あの詳しくはですねウェブサイトの方をご覧いただいて、そちらの方よくご覧になってから、あの申し込みフォームの方からお問い合わせいただければなというふうに思います。ということで、じゃあ今日は、YouTube の、まあ、この運営撮影アプリコンテンツ作成の協力の募集のご案内ということで、はい、あ、申し込みました、はい、あの社長グラブさんどうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。